こんにちは、平井弘明です。今回はですね、神スイング、綺麗なスイングですねについて解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。やっぱりですね、これもレッスンですごく多いお悩みの一つというか、綺麗なスイングになりたいよということなんですが、正直スイングが良くてもスコアは良くはなりません。全くショットも良くもなりません。美容室に行って、木村拓哉にしてください、キムタクにしてくださいと言ってるような感じですね。なりませんので、その辺はちょっとご理解いただきたいです。このチャンネルはですね、僕の経験をもとに皆さんのゴルフライフに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速ですね、ポイントを言っていきたいと思いますが、今回のポイントはですね、6つあります。まず1つ目、姿勢を意識。2つ目、コックを入れる。3つ目、肘を曲げない。4つ目、曲がります。5つ目、板止まり。6つ目、長ズボン。この6つをですね、一つ一つ解説していきたいと思います。早速まず1つ目の姿勢を意識ですが、アドレスの時点で曲線がない方がいいです。例えば1番アドレスで美しくなく曲線が出てしまうラインっていうのは背中ですね。背中がどうしても丸まってしまって、お尻が中に引っ込んでしまうアドレスをしてしまうと、これは美しくありません。お尻の下、お尻の下ですね、太ももの後ろ側を伸ばす意識でお尻を出してあげましょう。でアドレスを取って、腕もまっすぐ、できればベルトから後頭部まで一直線がいいです。頭も下げない、なるべく背中と後頭部が一直線になる。僕が絶壁ってわけではありません。この姿勢をキープしていただく。全く平行ではないんですが、すねと背中が平行ぐらいになるイメージがすごくいいアドレス、姿勢のいいアドレスにつながりますので、その意識だけでいいです。平行になるって言ったらこれぐらいになっちゃうので、これだと膝曲げすぎなので、できれば、まあ、軽く膝を曲げるぐらいで取っていただくと、まあまあ綺麗なアドレスになると思います。で手の位置なんかは、まあ、真ん中もしくは若干ハンドファースト目に構えていただくと、アドレスが綺麗になります。この姿勢をですね、意識していただいた方がいいと思います。で2つ目のコックを入れるということですが、今ちょっと姿勢アドレスの時点でやりましたが、今度は、動作ですね。この先ほど取ったアドレスからバックスイングを取ってみたいと思います。まずクラブが地面と平行の位置まで上げてください。ここで左腕とクラブが45度ぐらい、アドレスの時点ではこれぐらいの角度です。これぐらいですね。でここからただ持っていくとこの位置になりますが、ここでコックを少し入れます。でクラブを持ち上げてあげて、クラブと腕が45度ぐらい、左腕ですね、左腕とクラブが45度ぐらいになって、そこからコックを真上に体を回転しながら取ってあげる。ここからクラブが真上にこうやって上がる意識、後ろじゃないです。ここの地面とクラブが平行になった地点から縦にこうやってクラブを上げてあげる、縦コックを使ってですね、多少体を回転しますが、クラブをここから真上に取ってあげると、まあまあ綺麗なバックスイングの形になります。このトップですね、この位置をキープして打ってあげます。でバックスイングで縦コックを入れたので、フォロースルーでも同じく縦コックを入れてあげます。そうするとクラブが体に巻きつきます。そうすると全体的な流れとしては、体の周りをクラブがくるっと回ってるっていう形が出来上がりますので、この意識、コックを入れてクラブを体に巻きつけてあげるという感覚がすごく大事になってきます。で3つ目の肘を曲げない。これ右と左どっちって言ったら左です。左肘、場所はバックスイングです。バックスイングの時に左肘を
こうやって曲げてしまうと、これもちょっと美しくないですね。できればアドレスの状態が伸びてますので、そこからバックスイングは左肘を曲げないで取ってあげる、フォロースルーは右肘を曲げないで取ってあげると大きい綺麗なスイングが出来上がります。この感じですね。できればクラブを体から一番遠いところを通ってあげるイメージ、それが、まあ、ビスイングにつながると思います。なのでこの意識ですね、遠いアークでクラブを振ってあげることが大事になってきます。で4つ目ですが、曲がります。これはですね、ビスイングとナイスショットっていうのは、まあ、イコールではないんです。やっぱりご自身の感覚で動いたショットというのが一番ナイスショットが出る確率が高いんですけども、綺麗なスイングを目指そうとしてスイングを作ると作られたスイングになりますので、感覚がうまくボールに伝わらない場合が多いです。ですのでなかなかコントロールするのが難しくなってきます。なので、まあ、曲がってもいいけどもスイングを綺麗にしたいっていうんであれば、やっぱりそれなりに曲がりを意識していただいて打っていただく、もしくはそのスイングでどうしてもスコアを作りたいっていうんであれば、やっぱりプロと同じぐらいの球数、まあ、1日本当に300球以上とかですね、それぐらいの数打っていただかないとなかなか美しいスイングでスコアが伴ってくるということはありませんので、できればスイングも綺麗にしたい、スコアも出したいっていうんであれば練習量を増やしていただいた方がいいと思います。5つ目のビタ止まりですが、これはどういうことかというと、フィニッシュもそうですが、トップの位置とフィニッシュの位置でビタッビタッって止まってあげることがすごく綺麗に見えるポイントです。でこれがですね、例えばフィニッシュでこうやってなってたりとかですね、ちょっとこう一歩出ちゃったりとかですね、こうやってなっちゃったりとかですね、動いてしまうとどうしても美しくないです。体操の最後の姿勢と一緒ですよね。こうやっぱピタッと止まった方が美しく見えます。やっぱこうショットでもバチッて打って最後止まってあげられる、こう、まあ、1秒以上止まってた方がいいですよね。フィニッシュでの時に動いてしまわないように打っていただいた方がいいと思います。で最後6つ目の長ズボンですが、これはもう見た目の問題です。はっきり言って短パンよりもスラックス、長ズボンの方が姿勢が美しく見えやすいです。ただこれはもう個人差あります。好き好みなんで何とも言えませんけども、僕個人的には長ズボンで縦線シワの入ったズボンを履いていただいた方が綺麗に見えると思います。あとですね、美しく見えるかどうかはまた別なポイントなんですが、補足でフィニッシュした後に振り戻しって言って、フィニッシュ取った後にこうやってクラブ戻すと思うんです。このあとこういうの見たことないですか、くるくる、これをやるとおやんなあいつっつってなると思うんです。ちょっとそれで打ってみますね。打った後にくるくる、打った後に振り戻してくる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 っつって、これロリー・マキロイ。あと最後のビタ止まりもそうなんですが、スイング、ビスイングって言ったら、まあ、ロリー・マキロイなんか見ていただくとすごく、あ、言ってることが分かるなっていうふうになると思います。最後でビタンって止まるのと振り戻した後にくる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 ってやるのがすごく上手な選手です。もちろんプレーはめちゃくちゃ上手いんですけども、その止まった後に振り戻して回してあげると、それなりに格好がつきますので、これちょっとポイントとしてやってみてください。じゃあ最後のまとめですが、まず一つ目の姿勢を意識ということですが、アドレスでなるべく曲線がないように、頭の位置も下げない、背筋も曲げない、膝も曲げすぎない、全部が辺になってた方がいいですね。一辺全てが辺になってる、ビタッと構えてた方がいいです。でポイントとしては膝をこう棒立ちに近い感じですね。棒立ちからちょっと膝を曲げるぐらいで十分です。なので曲げすぎには注意してください。2つ目のコックを入れるですが、できればノーコックでこうやって振るというよりは、クラブを体に巻きつけるイメージで振ってあげた方がスイングのまとまりが
出てきやすいので、ぜひぜひコックは入れてみてください。3つ目の肘を曲げないですが、バックスイングでは左肘を曲げない、フォロースルーでは右肘を曲げない、なんで腕はこう右側と左側でできれば両方伸ばしておいてあげた方がいいです。曲げるのはコックだけですね、手首だけの方がいいと思います。4つ目の曲がりますということですが、やっぱりどうしても作られたスイングとなりますので、方向性には少し欠けると思います。ただ自分が振ったのがもともと綺麗なスイングであればそれはそれですごくいいと思いますが、今スイングが変則だったりとかですね、自分の思い描いたスイングができてない方が直す場合はどうしても最初球は曲がりやすいのでお気をつけください。5つ目のビタ止まりですが、こうトップの位置、決まった位置ですね、あとはフィニッシュでボールを眺めている位置っていうのはできれば微動だにしない方が美しく見えると思います。最後6つ目の長ズボンですが、お好みによりますが半ズボンよりも長ズボンでスッと構えた方が見た目が美しく見えるかなと思います。以上6つの点解説させていただきました。今回もですね、楽しみなうんちくコーナーですが、クラブは短くなればなるほどヘッドスピードは下がりますので、ショートアイアンはできればヘッドスピードを上げて打っていきましょう。以上になります。